で今回はクレアも一緒です。目指すキャンプ場は麓っぱら、そして今日目指す仮眠場所は談合坂サービスエリアです。現在60キロキープできないですかね、これ。はい、お疲れちゃん。はい、麓っぱらキャンプ場にもう到着します。さっきちょっと道からですね前景が見えたんですけども、今日金曜日平日のはずなんですけど、すごいテントの数が見えました。まあ、ちょっとがっかりです。まあとは言っても、キャンプ場自体は広いと思うので、どこかしらに、泊まって楽しもうと思います。実際に見てみるとそんなに混んでることもなさそうですね。やっぱり、あ、よかった、ラッキーです。これこんなとこから通るんですかね。麓っぱらチェックイン入り口って書いてましたけど、あ、そうだった気がする。思い出してきました。チェックイン渋滞が見えてきました。クリアもうすぐだよ。こんにちは。おはようございます。はい、ありがとうございます。では、まあ、プロフォームを渡しておきますね。はい、で左手の方をお進めください。はい、こちら車両所ですね。はい、ウィラーに前から見えるようにかけてください。はーい、ちょっと待っててよ。お父さん巻き買ってくるからな。はい、麓っぱらに着きました。一番端っこのサイトを選びました。人がいなくていいかと思います。今からクレアを連れて散歩に行きます。クレア、石は離せ、石は離しなさい。クレア、ドロップ、ドロップ。
ゲット。ああ、待っていくの。ドラップ、ドラップ。いいね、富士山だよ。私の愛車はあの端っこです。一番端っこ。まあクレアの初キャンプだし、人に気を使わなくて済むのでいいかなと思います。富士山はどっから見ても富士山ですから。選ばれし者です。お疲れちゃんです。
士山は見えてますけども、もうここは雨が降ってきて、今こちらのポールだけ短くしました。角度をつけてここから水が垂れるようにしています。はい、クレアさんはもう避難です。クレア、雨降ってるから待っててよ。日本名マスターズドリームです。お疲れちゃんです。うん、うまい。最高。お疲れちゃんです。もう3回目。綺麗な二輪車が起きてます。これ火力強すぎたんで、これ実はフライパンかなんかで焼かなきゃいかんですね。煙が怖いみたいです。
よっち。片付けるんだって。はい、入れて。ああ、邪魔。こっち、こりゃこっち。ゲッて。少し雨が上がったかもしれない。さあ、これでいけるかもしれない。嬉しいね。ちょっと待って。好きが通る